使徒の働き第10章さてカイザリアにコルネリオという人がいてイタリア隊隊という部隊の100人隊長であった彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみユダヤの人々に多くの施しをなしいつも神に祈りをしていたがある日の午後3時ごろ幻の中ではっきりと神の見つかりを見た。 カイは彼のところに来て「コルネリオ」と呼んだ彼はカイを見つめていると恐ろしくなって「主よ何でしょうか?」と答えたするとカイはこう言った「あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますさあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい彼の名はペテロとも呼ばれています」 この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。見かいが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とお呼び寄せ、全部のことを説明してから、彼らを酔っぱへ使わした。その翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くまで来た頃、 ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の十二時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、 はうもの、また空の鳥などがいた。そして彼に、ペテロ、さあほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや、汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。 こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い、どっていると、ちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。 ペテロが幻について思い巡らしているとき、見たが彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところへ降りていってこう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですか すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる見つかいによって示されました。それでペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。あくる日、ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。 その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間です、と言った。それから、コルネリオと言葉を交わしながら家に入り、 多くの人が集まっているのを見て、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは、立法にかなわないことです。ところが、神は私に、どんな人のことでも、清くないとか、汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、 あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですかするとコルネリオがこう言った。四日前のこの時刻に、私が家で午後三時の祈りをしていますと、どうでしょう。輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それで、 よっぱに人をやって、シモンを招きなさい。彼の名はペテロと呼ばれている。この人は海辺にある川奈飯のシモンの家に泊まっている。それで私はすぐにあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の見前に出ております。そこでペテロは口を開いてこう言った。 これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても、神を恐れかしこみ、正義を行う人なら、神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは、すべての人の主です。あなた方は、ヨハネが述べ伝えたバブテスマの後、 ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に精霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に生せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地と エルサレムとで行われたすべてのことの証人です。人々はこの方を木にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを三日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれはすべての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエスが死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。 イエスは私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁きを主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについては、預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証しています。 ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、見言葉に耳を傾けていたすべての人々に精霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、違法人にも精霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが威言を話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは、 私たちと同じように精霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバブテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバブテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。